ウムパン軍とは、台北部に位置するターク県の最南部にある軍。西は、ミャンマーと接する。ヌト難民キャンプが設置されており、カレン族を中心に約1万4千人のミャンマー難民を収容している。2009年、e n コカリックで、カレン民族同盟と民主カレン仏教都軍の大規模な戦闘が起こり、いくつかの村が毒馬によって焼き払われ、難民として流出した。 ウムパーンとは、カレン語のウムパから来ている。ウムパとは、竹筒を開けることで、タイの入国管理局が、ミャンマーからの入国者のパスポートを調べるとき、ミャンマー人が荷物入れである竹筒を開けることから来ていると言われる。もともとは、カレン族の住む土地であったが11世紀頃から、タイ族の侵入が見られた。1898年には、現在のウタイターに意の領域に組み込まれ、 メイクローン軍と呼ばれたが、1906年に、ウムパーン軍と名を変えカムペンペット圏に編入された。1926年、今度は、文軍に格下げされ、今度は、ターク圏に編入された。度重なるたらい回しと格下げの末、1959年の、軍に再び戻った。なお現在でも、カレン族が多く住む地域であり、地名のほとんどは、カレン語である。 ティーロースー滝人口密度が低く開発が行き届いていないことから自然の豊かな地区として知られる。軍内には世界遺産の一部であるトゥンヤイナレースワン、野生生物保護区を有するほか、その干渉地帯であるウムパーに野生生物保護区がある。また滝なども数多くあり、中でもティーロースー滝はタイで一番美しい滝として知られる。名湾国立公園や クローンラーン国立公園の敷地の一部もある。軍内の重要な水源はメイクローン側でこれはカーンチャナブリー県に注いでいる。カーブの多さで知られる国道1 0 9 5線四方を山に囲まれていることから交通の便が悪いことで知られている。国道1 0 9 5線がウムパーン軍中心部と迷走とをつないでいるのが唯一の主要な軍外との交通路である。この道路は 全長1 6 4キロメートルの間に1219個ものカーブがあることで有名なアクロであり、瞑想都から軍の中心部まで車で3から4時間もかかる。他に小さな道が、軍内のヤメディ村からカムペンペットを結んでいるが、あまり知られておらずまた、整備も十分されていない。国道線167号線は、ミャンマーと軍をつなぐ道である。国道線117号線は、 カムペーンペットクロウムパーンをつなぐ目的で建設が始まったが、あと2 8トルのところで自然調査が行われ、ウムパーン野生生物保護区に指定され、1990年以降、道路建設は終わった。また2004年、カーンチャナブリーのサンクラブリーとを結ぶ計画も持ち上がったが、こちらは世界遺産に登録されていることもあり、すぐに廃案となった。なお、 ウムパーンには小さな空港がある。山間部に位置するため、冷涼な気候となっている。1月の平均最低気温は摂氏12.3度と冷え込みやすくなる。雨季はおおよそ5から10月。軍の住民のほとんどが農業従事者で、軍内ではトウモロコシ、豆、唐辛子などの農作物が生産されている。ウムパーン軍は6つのタムボンに分けられ。 その階に38の村がある。自治体が設置されており、停車バーンタムボンウムパーンは、タムボンウムパーンを中心に展開する。タムボンウムパーン、タムボンメイちゃん、タムボンノンルワン、タムボンメラムン、タムボンモークローン、タムボンメイクローン。ありがとうございます。